コメントは、そうです。どこかで私がお焚き上げで、あの、恋愛の時も、後からいろいろコメントを拾って、動画を読んだんですけど、友達版もできそうですね。なんか、どのタイプがどう思ってるかとか、内向大変だ問題が、ちょっと僕の中では、内向どこで気を緩めるんだろう。一人です。今日新幹線横できました？横できました。喋る？喋っても。気を使う？この関係は親友？って言われると困るんですよ。親友。強いんですよ。やっぱ SP 感を感じるんですよね。SP 感を感じるんですよ。はい。この間。どうぞ。この間？この間？この間。はい。あの、そのツイートをしたら、はい、特に親友って呼べる人はいないなみたいなツイートをしたら、はい、私はちゃうんかいと、親友ですって言ってくれたの。ほら、そういう事故が起きてるんですよ。私は親友がいないんですって言った瞬間に傷つく人が、誰かの願いが叶う頃誰かが泣いてるよって宇多田さんが歌ってますけど、なんだろう、自分のすべて、すべての思いを言う言わない、なんだろうね、親友ってね。気持ちを言わないですよ。言わないですよね。自分のすべてを言う人はこの世に一人もいませんよ。特に本当の部分ね。本当の部分とか、はい、まあそんなとこまで言えない部分もあるじゃないですか。大したことない部分から、なんだろう、まあ、わざわざ言うまでもないものとかも、はい、なんかいろいろあるじゃないですか。どうやって説明していいかわからないものとかも、ああるある、いっぱいあるじゃないですか。はい、なんかまあせいぜい2割ぐらいだよ。せいぜい2割、あともうなんだかよくわかんない。そう、まあ、人って面白いのは、僕よく知らないんですよ、この人のこと。はい、まあ、僕 謎に謎にこうずっとやってるけどずっとやってるけど、うん、本当のところはどういう人かも知らないです。僕も知らないですよ。知らないですよね、多分。うん、この部分毎週来てわーって喋って、うん、お疲れ様ですって、でいろんなことを、こういうこと考えてるみたいなことをいっぱい話すけど、うん、でそれをまた本当に考えてるかって話もあるじゃないですか。うん、そうなの、本当に考えてることを言ってるんじゃないの。そこがね、僕もちょっと分かんないんです。自分さえ分からないじゃないですか。そう、ショーなの、ショーで言ってるの。ああ、うん、ショータイム、うん、なんていうの、思ったりもするけど、じゃそれが本当のあなたですかとかって言われると、いや、これはまあ動画撮るから言ったけど、本当にそうかって言われると、なんかあの、まあ、その表向きに言ってることもあるじゃないですか。言ってることもある、はい、こんなこと言ったら炎上するみたいなことは言えなかったりするじゃないですか。ありますよね。ありますよね、はい、誰かが傷つくかもしれないとか。ああ、それはめっちゃある、はい、そうするとこう我慢したりして言わなかったりするじゃないですか。あるっていう部分と、なんか自分が言った発言、それが本当に本当のお前かって言われると悩みが出てくるじゃないですか、はい、あれ本当にこうなんだろうかって自分自身でも分からなくなったり、はい、あとなんか、まあ、昨日ちょっとご紹介させてもらったあの山田五郎さん の好きになるっていう技術みたいな話の中で、うんうん、なんか自分探しをする人をちょっとなんか違うんだよって言ってる話があったんですね、山田五郎さん。自分はなんか作るものだって言ってるんですけど、僕はなんか多分そっちなんだろうなと思っていて、なんか本当の自分なんてないんじゃないっていうのが最近思ってることなんですけど、自分ってどう思われます？自分について、なりたい自分、なりたい、まあ、アドラー的な感じですよね。自分がこうなりたいだから、はい、それが作られてきた今ある自分は。そうですね、はい、はい、でもなんかその本の中では自分探しをしてる人がいて、うん、その三浦淳さんの動画を見るときでも、うん、なんか本当の自分を探しに来ましたみたいなのを言う人がいるんですけど、その本当の自分って何だと思います？分かんないです。今話を聞きながらもう分からないです。本当の自分、なりたい自分ってあります？じゃあ NF さんに聞く、なりたい自分、なりたい自分で、はい、こんな言葉にできない、はい、こんな感じは持ってます。あります、イメージがね。イメージが言葉ではできないけど。なるほど。近づいてます。で近づきたいなと思ってやってきたけど、はい、それは近づくものじゃなくって、はい、
もう、ね、いつも追っていたら一生たどり着けない。はいはいはい、追うと一生たどり着けない、はい、から追うのはやめて、はい、今の自分で、はい、満足した方がいいんだなっていうふうには思う。あれ全然違う、ごめんなさい。今樽を知るの話をしたわけですね。うん、うん、なるほど。いや今こっちを向いたのは、ごめんなさい、違うんですよ。よくね言うじゃないですか、樽を知るが大事だよ。老僧思想が多分その辺ですよね。違うのかな、違うかもしれないけど、なんかあの皇帝だと思ってて、あ、僕はね、皇帝っていうのはあのいつも毎回言う坂道を登ってるんだよ、うん、だからなんかまあ常に上に行きたいと思ってるんですよ。だからなんかイメージがあるんだとしたら、僕はなんか多分ずっとイメージを持ってるんですね今、うん、間違ってるかもしれないけど、でだからつい僕はそれがいいって言っちゃいがちなんですよ。君もそうしないよって言っちゃいがちな僕なんですけど、 NF、はい、だとまあその自分探しじゃないですか。そう、本当のなりたいところってどこなんだろう、ずっと探してるみたいですか。あ、じゃあ今も、うん、もしかしたら今の私でいいんだっていう、この目標すら探してるっていうところなのかもしれないですね、うん、また違うところに向かうかもしれない、向かうかもしれないし、はい、常々そのなりたいものみたいなのと、なりたい自分みたいなのはあったとは思うんですけど、なんかね、そう追ってたらずっと慣れないんですよでずっと自分は欠けてるもの人になっちゃうんですよ。あ、そういう感覚なんですね。そういう感覚なんか、あ、ちょっとずつ僕の中ではそれってちょっとずつ埋まっていく感覚なんですね、うん、ちょっとずつ埋めてってるね僕って。そう、結果としてそっちのものを見ていった時はそれと比べて私は欠けてる、全然できないって思っていたけれども、そうじゃなくて自分の今の本当の自分の方で、まあしょうがないかみたいなところに来た時に、理想みたいなのに埋めてる感、埋まってるじゃない、近づくんじゃなくて、そのなりたいって思ってた自分みたいなのになってるような、少しずつ近づいているような感覚はありました。自分の方に向いた時に、追ってた時には見えなかったけど、内向感なんでしょう。内向っていうか、はい、NF の感覚が、はい、まあ、要は自分探すっていうぐらいだから、はい、これがいいのかっていうか、はい、向かうけど、はい、本当にそれでいいのか出てくるじゃないですか、はいはいはい、そっちに向かってゴールに近づいてた時に、はい、本当に私のなりたいのはこれなんだろうか、はいはい、で迷い出すと、はい、また違う、本当はこっちだったんじゃない。でやってる、自分探しをしてる間はどこにもたどり着けないから、ね、あ、そうそう、どこにもたどり着けない、あのずっとここがゴールだと思ったのに、ゴールに近づいてたらこっちは違うんじゃないか、本当のこれは自分なんだろうかみたいなことを思い出すと、違うところにゴールをまた追えたりするわけじゃないですか、ね、キレがないです、ずっと追ってる自分なので、そこにあのゴールがそこにいてくれないんですよ。自分が動くとゴールっていうか理想みたいなのもずっといつたどり着くんだろうとは思ってるけど、それをやめたらなんとか、日中の歌みたいです本当の歌がいたみたいなそれが私、本当の私なのかは分かんないけれども、前よりかだいぶ辛いっていうか、それで嫌だ気持ちになることはなくなりました。辛いとか言っちゃったなるほど、さとしさんは分かると、不完全で何かが足りないという感覚がある。ああ、そうなんか、まあ僕も結構躁鬱というか、躁鬱じゃないけどなんか、ね、激しいので、この浮き沈みが、時にはなんか俺めっちゃいいじゃんっていう時があるんですね。頑張ってる俺てへみたいな、近づいてる、やってるねっていう感覚が僕たまに訪れるんです、うんうん、そういう感覚なさそうですいいんだって思える瞬間、なんか自分を許せるというか、あ、私ここなんだじゃなくて、うん、オッケーオッケー
俺近づいてる近づいてるっていう時は結構あるんですよ。近づいてる、本当に近づいてるのかじゃないですか。そんなことを言ったらキリがないんですよ。だからキリがない。うん、だから本当の、理想みたいな、理想みたいなのはちょっと置いといて、ちょっと置いといて、今の私で、まあ、要は一回今の私はこんな感じだなっていう自分の方に目を向けられた時にふと思い出すと、あ、なんか分かりやすい言葉で言うとこう、なんか、まあ、自分が嫌いだったのがちょっと好きになる感覚、はい、ごめんなさい、なんかあまりにも安い言葉で、言葉で言えばいいじゃん、そんな安い言葉で、安くない、安くない、もうずっと嫌いだから違うものになりたいとかって思って、理想なものになりたいとかって思っていたけれども、自分に向けた時はそう、あ、なんかまあいいかぐらいな感じ、内向な感じが今すごい、N の部分じゃないですか、ずっと先を見て、はい、こう全然本当にこれでいいのかってずっと悩んでるんだけど、はい、現実を見たらいろいろできるようになっていって、そこを見ることができた時にちょっとこう、あ、進んでるんだなって思うことができるみたいな。だからずっと先ばっかり見てる間はもう何も本当にこれでいいのかってずっと悩み続けてるみたいな。それです。さすが M8 の方。なるほどね。翻訳みたい。だそうですよ。なんか、いや、僕の中ではなんかその何かをしてる時にも常に自分にカメラを向いてるの、カメラを意識してるので、僕の中では常に何でだろう、その自分を見た時にとかって思ったことがないんです。自分だからこう、こうなりたい、でなりたいって向かってる僕は意識してるんですよ。でその向かってる僕に意識が向いた時に、はい、あ、いいんだって思えたんですよ、はい、もうここ自分に目が向かずに見たいばっかり、こればっかり見てる、なるほど、僕ここばっかり見てるんですよ。今の僕ばっかり見てる、僕、うん、今の僕ここにアパレスで僕見てないです、この辺は。だからこう N の人はもうここばっかり見てる。あー、面白い、理想、面白いね、君。ありがとう。君面白い。なるほど。そう、理想ばっかしやってて、理想からは私は常々欠けてる。何もできない。何もじゃないけど、はい、うん、抜けてる。ちょっとできてない。があって。で、肯定感が下がるみたいな。あ、そう、できませんってなる。だってこうちゃんと自分を見れば、いろいろできるようになってるし、ちゃんとできることもあるし、その感覚は最近やっと。おめでとう。ありがとう。エヴァンゲリオン最終回、おめでとう。おめでとうですね。ありがとうございます。そう、そういう感覚はあります、すごい。じゃあ別に今もう友達からちょっと話は逸れてしまいましたが、あ、だからその友達も前は友達が親友がいないから何か私はできてない、そういう人はいなかった、はい、過去にそういうのが作れなかった私、はい、を親友も理想なんじゃない、そう完璧な理想の親友像みたいなのがあって、はい、これは難しいですね。これは難しいですね。それにができなかった、私はそういうのが作ることができなかった、はい、今もそういうのが作ることができないけれども、まあまあこんなもんだろうっていうふうに慣れてやっとちょっと楽になった。あ、なるほど。そうだから今ちょっと落ち着いてるというか、あの気持ち的にはそんなに、ちょっと分かってくれる人いるかな。いや、あの言葉の意味は分かりますよ。あ、でもなんか気持ちです。全部同じ場所に住んでるなと思うんですよ。で、同じ場所に住んでて同じものをもう 全員が違う見方で見てるんでしょうねと思って、で、ちょっとたまに会ったり全く違うってなったりするのが That's life。 この人生だと、はい、なるほど。あ、でももっこさんの話は分かるっていう人が多いですね。うん、